チランジアカプトメドゥーサエチランジアカプットメドゥサエイモアはパイナップル科の植物の一つで、いわゆるエアプランツの一つ。つぼ形で輪ペンが多く、紐型の葉が曲がりくねる。着生植物で茎は伸びないが、高さは15から20センチメートル、時に40センチメートルに達する。葉は紐状で幅5ミリメートル以下、先端は尖り、 緑白色の輪片で一面に覆われており、全体に内巻き、外巻き、あるいはよじれたりねじれたりと、様々な形をとり、決してまっすぐには伸びない。洋上は甲卵形から楕円形で膨らみ、それが互いに重なってとっくり状の偽輪形を形成している。家系は細く、直立するかやや斜めに伸び上がる。家系法は洋上で深い瓦重ね状に配置する。 水上果樹は単独に生じるか、または2から6個が手のひら状につく。個々の水上果樹は線状皮信型で、長さは18センチメートルほど先型が,があり、12から14の花を含み、まっすぐに立つか、あるいはやや曲がる。果軸は、ほぼまっすぐに伸び、細くて量があり、無毛。花津とは、ややまっすぐな形で先端が鈍くとがあった、卵状皮信型で、 長さ2センチメートル紙質で緑か、あるいは赤や、淡紅色に色づく。花にはほとんど柄はなく、学編は長楕円形で先が鈍く尖り、毛はない。花弁はまっすぐで線形、墨で色を呈し長さ3から4センチメートルお寿司部は、花弁より先へ突き出る。果ては、細い円柱型で、長さ3から4センチメートル種商業は、 メドゥーサの塔の井で、その姿が髪の毛が蛇である、ギリシャ神話の怪物を思わせるところからの命名である。チランジアー族。メキシコからコスタリカまで分布し、標高2600メートルまで記録がある。普通は1000から1500メートルくらいの高地林の樹木に着生しており、現地では下向きに生える例が多いという。また本種は野外ではありと共生しているとされる。 エアープランツの一つとして栽培される。いわゆるツボ形では普及しており、人気もあり、栽培も容易で、花付きも良い。またよく脇芽を出して、クランプになりやすいという。トリコームは、目立つが緑場所に含まれ、水を多めに欲しがる。以下、種として、園芸植物大図鑑に P1547 藤川 P48 園芸植物大図鑑に、 P1547 石井井上代表編集 P 中江徹、る P87 鹿島 P59 ありがとうございます